エリック・マクルーハンは、カナダのコミュニケーション理論家、メディアエコロジー研究者、マーシャル・マクルーハンの長男。1972年に、ウィスコンシン州立大学で、コミュニケーションの理学志望を、1980年に、ダラス大学で、英文学の修士号と1982年に、博士号をそれぞれ取得した。父・マーシャルの死後にその名前で著書をいくつも出していた、ことから、 ゴーストライターだと思われていたこともある。フォーダム大学や母校のウィスコンシン州立大学、ヨーク大学などで英文学を教え、トロント大学の文化と技術におけるマクルーハンプログラムとマクルーハンプログラムインターナショナルで教弁を取った後、トロントのハリス芸術研究所で17年間メディア研究のディレクターを務めた。父マーシャルの思想の発展にも取り組み、用紙をまとめた。 エッセンシャルマクルーハンの編集、ウェブマガジン、マクルーハン研究を主催した。ラサバナ大学でコミュニケーション博士の就任演説を行った。翌日の2018年5月18日、ボゴタにおいて心停止で死去。76歳だった。ありがとうございます。